うわ、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。全部濡れてるね。オッケー、全部濡れてる。どうなる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 。すごい緊張する。来い。0.1%。惜しい。はい、今日なんですけども、ここの数字の 49.9%、こちらを2つ、揃えて引き分けにしたいと思います。はい、まちくしました。これは縄張りバトルではなくて、言うなら引き分けバトルかな。まあ、引き分け狙うって結構ね、無理があるよね。普通にバトルで勝つより難しい気がする。で、まあ、とりあえずなんですけど、まあ、細かく塗ると。ちょっとね、こういうとこもね、塗ってから一回確認しないと、塗り残しがあるかもしれないんだよね。一応壁も、一応壁も塗っとこう。塗りポイントはならないけど、一応壁も塗っとくのが、もしかしたら、ポイントかもしれない。まあ、実際にはどういう仕組みかはわかんないんですけど、一回帰るわ。ちょっと怖いから。怖いから一回塗りが、ちゃんとできてないか確認する。ちょっと手前を塗ったら、いい感じに線が引けるんだよね。最初チャージャーとかローラーで引いてたんだけどね。なんか普通にシューターで塗った方が塗りやすいってことに気づいた。こんなもんだべ。こっちちょっと出てるか？任せよっかな、あっちに。ちょっと隙間あるな。どうしよう。あ、やってくれてる。あ、ありがとう、ありがとう。これいいじゃん。これいいね、この線。綺麗。塗り残しないですね、多分。多分。まあ、こればかりはね、協力プレイなんで、わかんないんですけど。ちょっと確認しよう。ここ自分が塗ったとこなんだけど、もう一回確認するわ。大丈夫か？マップ見てもな、塗り残しわかんないからな。よし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 。え？なにこれ？なにこれ？この真ん中の線をさ、どう直すかっていうと、こうやって、こうやってね、うまく揃えていくんだよ、こうやって。これで塗れるからさ。これで塗る。よしよしよし、いい感じ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 。いい感じ、いい感じ、いい感じ。どうだ？お、いい感じ、いい感じ。来たんじゃないか？やったー！やったー！やったー！完成！できたー！引き分けできたー！久々にやったけど全然、いけたー！めっちゃ嬉しい。すごい嬉しい。